裏世界ラボ。俺の名前はショーゴ、職業はプロ知見プレイヤーだったのだが、最近稼げてないな。それもそのはず、知見は健康が命なのに、俺は度重なる無茶な知見によりだんだん健康とは言えない体になってきていたのだ。こないだやった海外の怪しい製薬会社の知見が良くなかったのかな。あれから妙に全身かゆいし、なのでこの度副業を始めることにした。え、月に2万円も稼げるの？ずっと？はい、まあ厳密にはずっとっていうか、スタンプが売れ続ける限りってことですけど。でも作ってしまえばあとはすることないし、俺2年くらいずっと放置してますけど、毎月金入ってきますよ。へー、いいなー。きっかけは知見で知り合ったやつが、知見の合間に副業として LINE スタンプを作っているのを目撃したこと。お前何してんの？これですか？話を聞くと、それがかなり美味しい仕事なのだそうだ。翔子さんもやったらどうですか？副業を探してるって言ってましたよね。まあな。この時点で俺はその副業に強い興味を持ったが、一つ心配なことがあった。でもさ、お前どうせ絵とか上手なんだろう？絵が上手くないとスタンプクリエイターにはなれないんだろう？いや、そうでもないですよ。小さい頃からお絵描きは好きでしたけど、そんだけだし、それに俺5年くらい前からスタンプ作り始めたんですけど、他のクリエイターも結構素人が多いですよ。ほーん、お絵描き。そこでそいつの作ったスタンプを見せてもらったのだが、これで売れるの？なんというか、素人に毛が生えたくらいの、いやむしろ何も生えていないくらいのクオリティの絵だったのだ。このくらいの絵なら俺にだって描けるぞ。俺の心配は吹き飛んだ。どう？いい感じでしょ？あー、うん、このくらいなら俺にでも描けそうだ。というわけで俺は LINE スタンプ副業を始めることにしたのだった。家に帰りネットで調べたところ、 LINE スタンプを作る方法は2種類ある。まず1つ目は LINE スタンプメーカーというアプリを使う方法。この方法だと比較的簡単にスタンプを作れるらしい。うんうん、これだと分配金がないのか。でも制作者本人がダウンロードするとき無料になる。自分や自分の身内だけが使いたいスタンプを作るときにおすすめの方法らしい。まあそうだよな、売る気はなくても自分だけのスタンプってなんかいいよな。 LINE スタンプメーカーは身内にしか伝わらない内輪ネタや自分の名前、ペットの画像などでスタンプを作って楽しみたい人が使うことが多いらしい。家族がいる人だったら子供の描いた絵などをスタンプ化し、遠くに住む家族に送ったり、思い出として取っておけるのも嬉しいポイントだ。なるほど、売らないんだったらプライバシーも守られるしな。2つ目は LINE クリエイターズマーケットで作る方法。この場合は1つ売れるごとに設定金額の 35% が制作者に支払われる。これだと分配金が発生するが、本人がダウンロードするときも購入が必要だ。なのでビジネスで LINE スタンプを作りたい人にはこっちがおすすめというわけだ。分かってきたぞ。俺はもちろん副業のためにスタンプを作るので LINE クリエイターズマーケットで作ることにした。あとはイラスト発注した方がいいって書いてあるけど、俺自分で描けるしいいよな。企業や個人でも売りたいスタンプを作る際はイラストレーターなどに発注するのが普通らしいが、安くても10万くらいかかるらしいのでやめた。キャラくらい自分で作れる余裕だぜ。とはいえキャラの設定は大事らしい。なぜならスタンプ業界はすでにレッドオーシャン。ありきたりな無難なスタンプを作っても意味がないと、スタンプクリエイターのブログに書いてあった。ふん、ゆるい動物系に、キモカワ人型系、ブラック企業マンスタンプか。まだまだだな。人気イラストレーターでもないこの俺が、後発でこの業界に参入するには、斬新なアイデアを生み出すことこそが必要なのだ。今までにない、ユニークで尖ってて、俺にしか作れないスタンプを作るんだ。というわけで早速ネットに載っていたスタンプの作り方を参考にスタンプ作りを始めた。これよし。スタンプの作り方はまずペイントソフトなどを使ってイラストを描く。そんなソフトは持ってないな。ここでまずつまずいたが、イラストは無料のお絵描きソフトを使ってもいいし、なんなら手書きで紙に描いてもいいらしい。無料でもいけるんだ、すごい時代だな。
なのでやろうと思えば全くお金をかけずに LINE スタンプは作れる。もちろんクオリティに差は出るかもしれないが。そしてペイントソフトの場合はそのまま、紙に手書きした場合はスキャンスタンプなどを利用しスマホのカメラで写真を撮りトリミングするとできた。そしてこれをスタンバーズというサイトでシミュレーションしてスタンプの全体像を確認。これでスタンプ自体は完成だ。そこから LINE クリエイターズマーケットにクリエイターとしてアカウントを作り、登録などを済ませスタンプのタイトルなどを入力して申請。これで手続きも全て完了となる。なんだ簡単じゃん。これで毎月2万円入るのか。そうそう、今回俺はチケンマンというスタンプを作った。今度は何の薬かな。うぐおー、副作用で目から血が。これは面白い。受けると言われているあるあるネタをたっぷり使ったスタンプ、これはいけると思った。ニッチなファン層を狙う。ワクワクしながら作ったスタンプを申請し承認を待った。スタンプの申請時間は少し前まで数ヶ月から半年かかる結構大変なものだったらしい。しかし最近では早ければ24時間以内に承認が降りる。だいたい1日から2日程度すると、やった、新着スタンプに載ってるぞ。収入の入る来月の今頃は調べたところ売上が1億を超えるスタンプクリエイターは100人以上いるらしい。さすがにそこまでいけるとは思わないが、ブログなどを見ていると主婦や OL が趣味で作ったようなスタンプでヒットし何百万の大金を一気に手にした人もいる。スタンプの売り上げでベンツ買っちゃいました。俺もベンツ買いたい。20万、いや10万でもいいから売れててほしいな。これで知見なしでも生きていけるようになるかもしれない。ワクワクしながら月末売上レポートを確認すると、0円、なんと売上金額は0円だった。嘘だろ、誰も誰一人買ってないってこと。俺は焦った。なんでだ、システムエラーか。ここまで稼げないなんて聞いてない。ネットの体験談をいろいろ読んだが、みんな初月が一番売り上げが多かったと書いていたくらいなのだ。おかしい。俺は慌ててネットで LINE スタンプ売上ゼロなぜでググってみた。するとスタンプクリエイターの 90% は一つもスタンプが売れたことがない。衝撃の事実が発覚したのだ。売れてる人の体験談しか読んでなかったから気づかなかった。でもなんでだ、こんなにスタンプは稼げるとか、素人でもアイデア次第でいけるとか書いてあったじゃん。さらに調べると主婦や OL が作ったスタンプで何百万と稼げていたのはもう昔のこと。最近ではクリエイターが溢れすぎて、どんなにアイデアの良い素晴らしいスタンプを作っても稼げないどころか埋もれてしまい、一つも売れないことは珍しくないというのだ。そんな。さらにクリエイターへの売上還元率も以前の 50% から現在は 35% に。よってよほど人気のクリエイターでなければスタンプでは稼げないというか、1円たりとも得るのは難しいということなのだった。スタンプ売上だけで生活できるクリエイターはランキング上位100位くらいまででしょう。そんな早く言えよ。というわけで俺の第1回目のスタンプ販売は散々な結果に終わったけれど、俺は諦めてない。アイデアはいいんだ、ライバルもいないんだ、絶対いつかヒットさせてやる。俺は今日も知見くんシリーズ第2弾に向けてリサーチを続けている。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するので、チャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。